おはようございます。修華堂の田中です。明日からですね、少女百編の宇津遊、この、原稿者さんから、出たこの、新しい画集の、出版記念、展覧会を始めます。この本ですね、結構画期的なのはですね、やっぱ一人一人の少女に対する思いをですね、きちんと池永先生が描写しててですね、文学的にもとても優れたなんていうかエッセイというか詩というかそういうものになってます。とてもですね、なんていうかしら、僕らの年齢になってその少女を書くことの、意味みたいなものについてずっと池永さんがこの2年間、悩みながら書いてきたんですけど、そのことが余すところなく、書かれてますね。で、この巻末にはですね、なんていうかこの制作過程、この制作過程がですね、非常につまびらかにオープンにされてて、これはちょっと驚きました。僕らもですね、池永さんの制作過程というのはですね、今までちょっと一種秘められた部分もあるんですけど、その秘められた部分を、きちんともうオープンするのは徹底してやるっていうような感じできちんと描写してます。で、そうですね、で今回の展覧会ではこの画集に使われた写真素材になっている途中の作品とか、少女たち、これはこの画集には少女の肖像は出てないですけども、そういったものも含めてね、展示する予定になっています。この池永さんの魅力がいっぱい詰まったこの画集は、私の方で先行販売して、でその後おそらく書店とかそれからAmazonとかそういうところでも売られる予定になってますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いします。で、展覧会は明日、こちら何日だっけ、26日ですね、26日から始まりますので、ぜひ、お寄せください。